は、ひろきです。いかがお過ごしでしょうか。私は元気にしております。さてさて、今回は美術展のご紹介です。今回、紹介する美術展は、ウフィッツィ美術館の展覧会になります。序文を読み上げます。イタリアルネサンス絵画の宝庫、ウフィッツィ美術館は世界遺産となっているフィレンツェの歴史地区にあります。宮廷建築家で画家でもあったジョルジョ・バザーリにより1560年にフィレンツェの行政庁として建設が開始されました。ウフィッツィの名は英語のオフィスにあたるウフィッツィオに由来しています。当時フィレンツェを支配していたメディチ家は金融業で莫大な富を築き芸術を奨励します。後世に残る偉大な芸術たちのパトロンとなりルネサンスが開花するのです。メディチ家が集めた美術品を展示するためにウフィッツィの最上階がギャラリーとして改築され、その後も増加するコレクションの展示場所として手が加えられていきました。1737年メディチ家最後の相続人によりコレクションをフィレンツェから持ち出さず一般に展示することを条件にウフィッツィはフィレンツェ市に寄贈されます。そして1765年に公式に一般公開されました。本展では15から16世紀のイタリア絵画を中心に全48作品を展示いたします。ボティッチェリ、ダヴィンチ、ミケランジェロたちが活躍した時代に思いを馳せながらルネサンスの巨匠たちの豪華な共演をお楽しみください。サンタ・トリニタの聖母チマブーエ、オンニサンティの聖母ジョット・ディ・ボンドーネ、受胎告知三連祭弾画シモーネ・マルティーニ・リッポ・メンニ、マリアに、こちらが、まじゃないか。あれ？出てこないな。やばいな。思い出せません。すいません。はい。神殿奉献、アンブロージョ・ロレンツェイティ。聖母子と聖アンナ、マゾリーノ・ダ・パカ・パニカーレ・マザッチョ、サン・ロマーノの戦い、パオロ・ウッチェロ、
ガブリエルでした。すいません、先ほどの天使はガブリエルです。聖母戴冠、フィリッポ・リッピ。聖母子と二人の天使、フィリッポ・リッピ。キリストの埋葬、ロヒール・ファン・デル・ウェイデン。キリストの割礼、アンドレア・マンテーニャ。ウルビーノ公夫妻の二連肖像画、ピエロ・デ・ラ・フランチェスカ。見つめ合ってますね。愛し合っているかどうか、ちょっと謎な絵ですね。表情ですね。ヘラクレスとヒュドラ、アントニオ・デル・ポライオーロ。ポルティナーリ祭壇画、ヒューホー・ファン・デル・フース。キリストの洗礼、アンドレア・ベロッキオ。受胎告知、レオナルド・ダ・ヴィンチ。ガブリエルですね。ダ・ヴィンチの受胎告知には神からの光が描かれていませんね。マリアも偉そうですね。東方三博士の礼拝、レオナルド・ダ・ヴィンチ。東方三博士の礼拝、サンドロ・ボティッツェリ。パラスとケンタウロス、サンドロ・ボティッツェリ。春、プリマヴェーラ、サンドロ・ボティッツェリ。あんまり春って感じがしないですね、その直感的には。これとか誰ですかって感じですね。ヴィーナスの誕生、サンドロ・ボティッツェリ。これは有名な絵画ですね。写実的ですね。聖マルコ祭壇画、サンドロ・ボティッツェリ。チェステッロの受胎告知、サンドロ・ボティッツェリ。希望、サンドロ・ボティッツェリ。王座の聖母子と聖人たち、ドメニコ・ギルランダイオ。聖なる寓意、ジョバンニ・ベッディーニ。
東方三博士の礼拝、フィリッピーノ・リッピ。キリストのハリケーとマグダラのマリア、ルカ・シニョレッリ。マグダラのマリアがいたんですか。聖母のエリザベツ訪問、マリオット・アルベリ・ティネッリ。東方三博士の礼拝、アルブレヒト・デューラー。モーゼの証、ジョルジョーネ。ソロモンの審判、ジョルジョーネ。ヒワの聖母、ラファエロ・サンツィオ。聖家族、ミケランジェロ・ブオナローティ。アンドロメダを救うペルセウス、ピエロ・ディ・コジモ。ほう。楽器を弾いてる日もあるんですかね。フローラ、ティツィアーノ・ベツェッリオ。美しいですね。ウルビーノのヴィーナス、ティツィアーノ・ベツェッリオ。美しいですね。ちょっとこの人が気になりますが、ハル・ピュイアの聖母、アンドレア・デル・サント。レオ10世と2人の枢機卿、ラファエロ・サンツィオ。コジモ・デ・メディチ、ヤコポ・ダ・ポントルモ。エマオの晩餐、ヤコポ・ダ・ポントルモ。これはイエスでしょうかね。ここに目がありますが、エトロの娘たちを救うモーセ、ロッツォ・フィオレンティーノ。モーセ強いですね。豪華王ロレンツォ・デ・メディチの肖像、ジョルジョ・バザーリ。豪華ですね。かっこいい襟元ですね。着てみたいですね。長い首の聖母、パルミジャニーノ。確かに首長いですね。まあ見せ方としてのアレンジでしょうね。パンチャーティキの聖家族、アーニョロブロンジーノ。エレオノーラ・ディ・トレドと息子ジョバンニ、アーニョロ・ブロンジーノ。いい服装ですね。なかなかシックでいいですね。この真珠と合ってますね。ヴィーナスと
サティロス、二人のキューピッド、アンニーバレ・カラッチ。この人は黒人ですかね。そんな感じですよね。唇もね。バッカス、ミケランジェロ、メリージ・ダ・カラバッジオ。これこぼれそうですね。なみなみとついてますね。ホロフェルネスを殺すユディト、アンテミシア・ジェンティレスキ。この人はどんな気持ちなんでしょうね。はい、ご鑑賞いただきありがとうございます。以上でございます。皆さんはどんな印象をお持ちになられましたでしょうか。どんな絵画に強い印象を持ちましたでしょうか。メディチ家が残した遺産、さまざまなものがありますが、建物ももちろんそうですが、絵画もさまざまなコレクションがあるということがよくお分かりいただけたのではないかと思います。これにてこの展覧会のご紹介の配信は終了となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。